某月刊誌別冊2017年7月発行掲載短編おかしな書き込み。都内在住の24歳会社員 A さんは新卒でエンジニアとして入社したシステム会社の業務にも慣れ、刺激のないうつうつとした毎日を送っていたという。趣味もなく彼女もいない A さんがストレス解消にしたのはサイト巡りだった。恥ずかしい話なんですが、いわゆるアダルトサイトってやつですね。最近だと動画の無料転載をやっているようなサイトも多いじゃないですか。もちろん褒められたものではないと思うんですが、毎日寝る前にいくつかのそういうサイトを巡るのがほぼ日課みたいになってました。その中でもひときわお気に入りのサイトがあったという。そのサイトは有名なレーベルの新作も転載していて結構アクセスしてたと思います。ただちょっと作りが独特で、動画の再生枠の下って普通は他の動画へのおすすめ枠になってることが多いんですけど、そのサイトはコメント欄があったんです。これはエンジニアとしての僕の予想なんですけどと前置きして A さんは続ける。こういう界隈のサイトって法律のグレーゾーンで運用してることがほとんどなんで、いつ閉鎖してもおかしくない。そういった理由もあってか、とにかくサイト自体に手間をかけてないんですよね。具体的に言うと別のサイトの枠組みを流用していることが多い。その方が一から作らなくて済むから簡単なんですよ。だからそのサイトのコメント欄も運営側が意図して作ったっていうよりかは、たまたま流用元にあったっていうような印象を受けました。無断転載のアダルト動画を見てコメント欄で交流するような返事もいませんしね。その予想を裏付けるようにコメント欄にコメントが書き込まれることはほとんどなく、あったとしても動画が途中で切れてるぞや、こんな動画じゃなくて新作動画をアップしろなどといったほとんど文句と言ってもいいものが稀に見られるくらいで、運営からの返信コメントがあることもなく活用されている様子はなかった。ある日いつものようにそのサイトへアクセスした A さんは妙な書き込みを見つけた。その動画はお気に入りのレーベルで売り出し中の新人のデビュー作でした。見つけた時はラッキーって感じだったんですが、見終わった後になんとなくスクロールしたらそのコメントが目に入ったんです。かわいい、うちへ来ませんか。第一印象としてはインターネットの使い方を分かっていないおじさんとかが書き込んだのかなと思ったのですが、なんだか妙な雰囲気がして心に引っかかっていました。一月ほど経ってそのサイトで同じ女優の新作を A さんは見つけた。もう2作目出てるんだなんて思いながら見たんですが、そこでまた書き込みを見つけました。うちへ来ませんか、書きもありますよ。直感的に同じ人だなと思いました。もちろんこんなところでコメントしても女の子本人が読むはずもないし、文章も意味不明だし気持ち悪いなって気持ちが強かったです。その後も不定期に転載されるその女優の動画には似た文体のコメントが必ずと言っていいほど書き込まれていたという。それらはほとんど書き込みのないコメント欄でかなり目を引いた。俺もだんだん楽しみになってきて、その女の子の動画が投稿されるとコメントがついていないか確認するようになっていました。そんなことを続けて数ヶ月、
また例の女優の出演作が転載されている動画が投稿された。そのコメント欄にはこう書き込まれていたという。お山に来ませんか、柿もあります。その日は仕事で上司に叱られたこともあり、 A さんの頭に暗い好奇心が湧いたという。ちょっとからかってやろうかな程度の考えでした。そのコメントの返信欄に書き込みをしてみたのだ。お山に来ませんか、柿もあります。いつもコメントありがとうございます。〇〇出演女優の名前です。お家はどこなんですか。書き込んだはいいものの、返信したことで一旦満足してしまい、その日を終えると A さんはそんな書き込みをしたことも忘れてしまっていたという。次にそれを思い出したのは、新しく投稿されたその女優の動画だった。コメント欄にはこうあった。なぜ来ない、待っているずっと。慌てて前回返信したコメントのある動画ページまでアクセスしたんですが、俺がいたずらでした返信にさらに返信がついていたんです。お山に来ませんか、柿もあります。いつもコメントありがとうございます。〇〇です。お家はどこなんですか。実在住所のため伏せる。番地まで全て書いてあったんです。さすがに驚きました。相手は本気なんだなって。同時に自分は本当にヤバい人に返信をしてしまったんだなとも思いました。恐怖を感じながらも、ふと A さんは思い立ち、地図アプリで検索をかけてみたという。別に目的があったわけではないんですが、こんなにヤバい人はどんな家に住んでるんだろうと思って。表示された場所を見て驚いた。家じゃなかったんですよ。神社でした。それも田舎の方にあるかなり古い神社。ストリートビューで見たら小高い山の上にある神社みたいで、麓の車道の脇道に古ぼけた鳥居が立っていて、そこから山の上の方に本殿へ続く階段が伸びていました。本殿も荒れてたし、廃墟になってたんじゃないかな。もうこれ以上深入りしたくなくて、それ以降そのサイトにはあまりアクセスしないようになりました。ただ一度だけ何かのきっかけでアクセスしたことがあったんです。その時もたまたまその女の子の動画がアップされていて、そこにはこうコメントされていた。腰入れせよ。